ではよろしくお願いいたします。岡田コーチ、ヘッドコーチ、星形コーチ、よろしくお願いいたします。今こうやってナショナルデモンストレーターの、スタッフコーチとして入ってますが、2人はまあ昔から、まあ、同じ環境にいるというか近い環境にいたと思いますけど、まあ、その2人の思い出話を進めていただければなと思うんですけれども、まあ、一番最初2人のお互いの一番古い記憶ってどこからあるかちょっと話し合ってもらえればと思います。いやね、最初さ覚えてる？鴨居岳でしょ。鴨居岳なんだけど、うん、初めて会った時と覚えてなくない？確かにね、断片的に。もうなんかもうすでに仲良かった思い出しかないよね、うん、でももともとはさ、あの鴨居岳レーシングって北海道の宇多市内市にあるじゃん。で、宇多市内市出身でしょ。俺はね、俺はあの家が警察で、ああ北見江差にいて、ああで、あの砂川に引っ越してきて、ああそこから鴨居岳レーシングに行くようになったから、まあ、そのタイミングだよね。そのタイミングって何歳だった？何年生だったの？俺は3年生だった。3年生か、うん、小学校3年生で、俺が4年生で、うん、で、その時にレーシングに入って、うん、いきなりレーシングに入ったの。レーシング、鴨居岳レーシング。レーシング以外なくない？ジュニアチームとかあるんだった？いや、知らないわ。鴨居岳ジュニア。いや、鴨居岳レーシング。鴨居岳スポーツ少年団。3団体だったから。いや、鴨居岳レーシングだね。いきなりレーシング、うん、あ、そうなんだ。でもなんか最初、いや、なんだろうね、きっかけって。でもそんなに人数いないからさ、いなかったし。あ、そうか。だからもう、何人か地元の子がさ、いたじゃん、地元のチームっていうか、うんうん、いて。でも同じ世代でなんでまあ仲良くなってでしょ、なんか一緒に滑るようになったのかちょっと分かんない。結構一緒には滑ってたよね。いや結構っていうか毎日滑ってた。毎日滑ってたよね。毎日なんかウェアの中にポテトチップス入れて、うん、リフト乗るたびに食べて、そうだね、滑って。結構体型も似てたしね。俺はあのもう今痩せてシュッとしてるけど、シュじゃねえよ、昔からこうゴロンとしててね。うるさいわ。今はもうゴロンとしてるような言い方するんじゃねえよ。でもまあ一個上で、年代はね一緒だけどね、学年は一つ上で。いやほんとさ、一個上なのにさ、なんか君たちの年代って本当にこう礼儀正しい子ばっかり。いやこれいい言葉で言えば、まあ、フランクっていうかさ、なんかこうね、悪い言葉で言えばただの生意気っていうか。まあ先輩を先輩と思ってない。先輩が良かったんじゃない？まあ、そういうことにしよっか。まあでも鴨居岳レーシングは、まあ、俺はその他から来た人間だからさ、やっぱりレベルが高くて、まあね、うん、ね、うまい子がいっぱいいてね、で俺より少し早かったし。まあちょっと負けたくないなみたいな。うるさい、当時はあったよね。負けたくない。鴨居岳のレーシングどういうふうなトレーニングとか、あとどういう感じでやってるんですか？いや結構俺らの時はもう本当、まあ今ちょっと分かんないんだけど、なんか早朝トレーニングとかもあって、うんうん、あのスキー場をオープンする前に、ね、レーシングの子たちで、うん、だけでトレーニングさせてもらったりとか、うん、水撒いてたよね。水撒いてね、だ結構硬いバーンで、まあ、今風じゃない、うん、ガッチガチの氷にして、ね、もうエッジもかからないぐらいの氷にして、その中ダウンヒルやったり、うん、スーパージーやったり、ね、スーパージーやったり、まあ、いろいろ多分その当時海外のトレーニング、うん、を取り入れたりとかさ、あのなんかこう山みたいなの作ってさ、うん、アジリティモリね、ああいうのも結構やってたし、うん、なんか先進的な取り組みをやった。しかも結構タイム取ってくれたよね。うん、そうだね。あの時代では珍しいよね、多分。確かにあの普通大会みたいな、ね、大会みたいな連携みたいなのでね、健康を出してくれて、うん、でタイム一本一本測ってくれて ね。なんかね、中学校入っても結局、まあ、部活はあるんだけど、練習するのは鴨居岳レーシングで練習してたから、うん、ずっと一緒、トレーニングも一緒だし出る大会も一緒だし、うん、で中学校、俺が中2の時に初めて全国中学出れるようになって、西尾はもう中1から出てた？いや俺も中2の時だから。じゃあ俺が中3で中2の時だ、うん、大鰐だ。そうだね、大鰐、うん、でその時俺はね5位だったGS で中3の時、うん、いや俺は全然あの登って、まあ、ギリギリ行けたんだけど多分下位で10位ぐらいで行ったから、まあ、100何番スタートみたいな感じで普通に1本目こけて登って。 GS? スラロームだけしか出てないんじゃないかな。あ俺 GS だけなんだわ。あ違う、俺両方出たのかな、スラローム時行ったのかな。スラロームだけ中2の時出て、
全中の時さ、中3の時じゃあ何位だったの？3位かな。あ、3番かい。スラローム3番。一気にいったね。そうなんだよね。そう。でもまあ中学校の時は、まあ、そんなパッとしなかったと思うな。あ、3年の時に結構、まあ、12折りとか。よかったのかい？ 2、3番ぐらいに入った気がする。あ、全中。まあ、確かに中学の時あんまりないね。なんか俺らの時代ってさ、中学で早かったらその後伸びないみたいなさ。そうだね、それもあったし。あったよね。まあただ早い人いたよ、いっぱい。あの井山圭介とかさ。ああ、いたね。あの、まあ、大滝哲也とか。ああ、ね、いたね、うん、早い子がいて、全然全く。それこそ今いる新一もそうじゃん。翔ちゃんと同じです、うん、早かったね、全然。早かったね、うん。まあ、中学校の成績ってそんな感じかな。うん、でもトレーニングの場はもう常に一緒、顔面だけレーシングで常にトレーニングして、うん、いや態度はね、不真面目だった。誰がいや、君でしょ、不真面目だったの。いや、お前、俺じゃないでしょ。小学校の時に戻るんだけど、みんながトレーニングちゃんとね、ポールとかやっぱりさ、遊びたいじゃん。やっぱ俺らはさ、ポールトレーニングの隙間を縫ってコーチの目をこう盗んで、なんか山道、山の中って行って、うん、山の中滑ったりとかして。そうですね、まあそういう、結構ね、谷に落ちて帰れなくなったぐらいにして。 あったっすよね。あと、あのこう山、この木をこう縫って滑ってたら木に挟まって爪痛くしたとかね。まあそういうのは結構なんとなくあったよね。あった。なんかそういう悪ふざけじゃないけど、なんかそういう遊びはやしてたね。うん、なんかもう常にポール一辺倒ではないっていう。高校の成績、高校1年はインハイはどこだか覚えてますか？俺はね、高校1年はまだ中3なんだ。そう、うん、1個違うからね。俺はね、高1はね、確か出てないはずなんだよね。それなんで？北海道大会にも出たのかな、なんかそんな感じだった、うん、出たのかな、一応。まあ結構学校の枠ってあったから2名とかさ、うん、で強い先輩2人いたらもう出れないから、確か俺1年生に出てないはずなんだよね。で2年生になってタイムレースとかで勝てるようになって出たのかな、北海道大会に。北海道大会に出ることがまず難しかったから。2年の時に1年生で同じ大会に出始めた。もう出てたよね、うん、俺は高1の時全土高校で優勝したから。え？札幌国際。嘘でしょ。本当だよ。GS 早かったの？そんな1年生の時から1年で。1年生の時早かったな。1年の時早かったんだ俺。あのでっかいロシニョールの30センチぐらいあるんじゃないかっていうブーツ。27ぐらいだけど、まあ今の全然足のサイズよりはね、2センチぐらいでかいから。でかかったよね。でもあの、そう、早かったんだ。早かったんだね、1年の時ね。で中3の時はスラロームが良かったんだけど、うん、高校1年の時は GS が調子が。え、高1、高2、俺高2でどこだったっけ、インターハイ。インターハイあそこじゃない、あの、あ、それこそあの高瀬真一デモが優勝したよね、俺が1年の時、うん、どこだっけ、石川県の極楽坂、極楽坂って。ああ、なんかあったね。インターハイは5位ぐらいだった。あ、それか、5位。うん、1年の時。俺確かね、スラロームかな、 GS じゃなかったと思うんだけど、スラロームで9位かなんか。俺は GS しか出てない。確かそんなに。とにかく解けるのが多かったからね。あ、そう。いや、あんまそういうイメージないけどね。あ、そう。結構あの戦車みたく滑ってるイメージあるね。なんかドーンみたいな感じで。うん、なんか今と変わんないよね、あんまり。変わんないね。うん、俺昔漕ぐストックの漕ぎ方がさ、結構こうくるくる回るタイプの。気持ち悪いやつで。だったんだ。こう普通こうまっすぐこぐじゃないですか、スタートバンって言ったら、なんか俺こうぐる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 回る。全然速くないんだわ。いや、でも速かったんだ。GS はね、結構速かったでしょ。スタートは遅かった。スタートは遅かったでした。でももう履修はいつ？俺は世界ジュニアが9位、9位だったのかな。あ、そうだね。スラロームで。あとはまあだいぶもう年取ってからだけど、ワールドカップで1回頑張ったっていうのと、世界選手権で23位とか、うん、ね、ワールドカップはまあでもなんかやっぱり
まあ、正直俺のレベルだと、まあ、なんか戦えてないっていう感じが強いですね。だからもうなんて言うんだろう、日本の大会だと逆にこう優勝しなきゃいけないっていうか、優勝して当然だよねみたいな大会のこう大会のこのマネジメントっていうか作り方と、ワールドカップとかはもうなんて言うの、一か八かっていうか、もう 120% でいってうまくはまんないと絶対残れないみたいな、スタート順も70番とか60番とかさ、やっぱりヨーロッパカップとかの成績とかもそこまでその30番に残れるような位置にいない状態で出てるから、はっきり言ってそんなに緊張もしないし、もう行くだけっていうか、こう、まあ、そういう感じでしか戦えてなかったっていうのがある。そうすると大会 の, そのステージによって挑み方って変わってくるじゃないですか、うん、それさっきもう日本だったらもう勝たなきゃいけないっていう中で、うん、まあ、勝つのが当然なのかもしれないけど、うん、やっぱりレベルライバルがいる中 で,、うん、でけど世界に行ったらそうじゃなくて、うん、変わってくる、そこ の, その気持ち、1つのシーズン1ヶ月の中でも2つの大会とかあるわけじゃないですか、うん、気持ちのマインドの持っていき方とかするんですか。いや、まあ、あのまあ、いっぱいこう同じ世代で、まあ、トップに行った選手もいたんで、まあ、そういう選手は、まあ、そこの部分がもうそもそも俺とは違ったなっていう感じは結構するですね。やっぱりその、まあ、そうどういう大会に行っても、まあ、そういうこうすごいポジティブで勝つぞとか、いや俺は絶対勝てるはずだみたいな風に思ってる人の方が、あのやっぱりこう最終的にそこの位置に行けてる人が多かったですね。まあ、俺はだからちょっとこう弱気でね、厳しそうだみたいな、これはいけないかなみたいな、やっぱりいけなかったみたいな、ね、まあ、それじゃダメなんですよやっぱり、うん、まあね、俺らの時代と比べちゃうとやっぱりあの、まあ、全然振り幅がきついですよ、まあ、当然スキーが短くなって、うん、あのまあ、カービングになってるんですけど、うん、でもカービングになってからはもうかなり立ってるんで、まあ、そういう意味で言うと今もまっすぐ目のセッター立つし、まあ、そのセッターによってだったり斜面とかコースとかその国によってもセッターの特性が出るんで、まあ、そこはやっぱり速い選手はまあ速いという、まあ、そんなイメージですかね。そして、まあ、アルペンのシーンをやった後、まあ、引退っていう時期が来ると思います。ご自身 の, その引退っていうあのきっかけ、うん、とか理由とか何かあったらお互いして話。俺はねもう結構早いうちに引退し、アルペンは大学2年生で辞めたから、それはその長野オリンピックがもう最大の目標だったんだよね、ちっちゃい本当小学校の頃から。で長野オリンピックに出るっていうのはすごい目標で、まあそこに出れなかった、まあ、1年大学入ってすぐ1年目で休学して海外行かせてもらって、で海外でやらせてもらったけどダメで選考されなくて、でそこでもうアルペンはやめようと思って、でアルペンやめてね、だから1年ぐらいは何もしてないんだよ俺実は、スキー全く携わってないという、インカレだけ出てたみたいな、うん、俺はそんな時期かな。じゃあもうそのオリンピックっていうのを、うん、長野オリンピックモチベーションがなくなったって、そうだね、もう目標、うん、してたものがもう叶わなかったから、まあちょっと違うことやろうかなっていう感じだったね。俺は、まあ、大学は一緒なんですよ、マフラで、うん、まあ2年、今1年先輩なんですけど、やっぱりすごいこうストイックに練習するタイプで、まあもともと結構フィジカルが強い、うん、タイプだったんだけど、俺はまあそんなに練習も好きじゃなかったし、走るのも遅いしもうすあの滑ったりじゃない、走るたびにこうね、あの結構ビリに近いみたいな感じだったんで、そのなんだろうな、逆にしつこくやったみたいな感じなんですよね俺ね。で、まあ、大学に行くとね、俺らの時代だとさ結構高校までって、うん、あの高校の顧問の先生厳しいから、ビクトリーやらされるじゃないですか、うん、もっとやれとか、うん、何手抜いてんだ、そうだね、で大学行ってある程度こう解放されて自分でやらなきゃいけないってなって、ね、そこで俺は結構やったんですよね多分、うん、ちょっとやった方がいいかなみたいな感じで、まあ、自分でやりたいのもあって、その僕東海第四高校、当時の今東海大札幌かなっていう高校なんで、基本的には東海大学に行く選手がすごい多かったんですけど、なんかこう自分でやりたいなと思って俺は早稲田に行って、うん、でそこでまあ、成績も、まあ、自分でやるようになって少しその、まあ、工夫するようになったりとか、ちょっとモチベーションも上がってきて、で成績も伸びてきて、でいろいろ、まあなんだろう、紆余曲折っていうか、まあ、怪我もあったりしたけど、最終的にはそのトリノオリンピックかなに、やっぱり僕もまあオリンピック大学卒業してからは社会人でやってたんで、社会人でやっていくってなるとやっぱりこう4年スパンというか
そのもちろんスポンサードもしてもらっているところに対して、まあ、何かしらの形で応えるとか、やっぱりこうオリンピック終わったら次、じゃあ次の4年後に向けてどうするみたいなところで、まあ、僕はトリノオリンピックに2006年出れなくて、まあ、引退したって感じですね。今お話ししましたけど、あの早稲田大学でご一緒だったというんですけれども、うん、まあ、鴨居だけと同じように同じ一つの組織として、また先輩後輩なんですけど、うん、やっぱり勝手というか、やっぱ体育会系というのは違ったりしました、うん、いや早稲田はね、そんなにやっぱりそれこが良くてうちらも選んでるから、でね、ちっちゃい頃から一緒で、まあ、高校だけ別だったんだよね。で大学でまた一緒の、うん、しかも同じ部屋だったぐらいにしてさ、うん、そうずっと一緒なんだよね。だからね、技術戦やり始めて、まあ、連盟が違ったからそこで同じ宿ではなくなったぐらいそう、まあ、技術戦だとね、まあ、だいぶその後の話にもなるけど、うん、大学の時はやっぱり生意気だったね俺ね。いや大学だけじゃないけど、結構昔から生意気だと思うけど、ね、いや、まあ、大学ぐらいになったらさ、ある程度こう上下関係を得てなってるからあれだけど、大学に行くとまたさらにこうちょっとあれだね。高校では結構厳しかったんですけど、まあ、大学にこういう、まあ、ちょっと知ってる人もいたし、まあ、調子に乗ってたんですね多分乗ってたのかい、うん、多分調子に乗ってた。大学ってあの蹴見川駅伝とかなかったですか？あったあった、小泉さん。あったね。どうでしたか？あれね、もうただ辛いだけだったね。黒缶の選手速いからさ、ね、うん、我々が何ができるって、黒缶強いから早稲田。じゃあ、あまりその、まあ、練習も部活とかはみんな一緒にやるわけではなくて、それぞれ個人でやるみたいな。普段はね、平日はみんな個人、あの個人って言ってもアルペン自体がいないから、人が大学ってやっぱ黒缶が主の大学だったから、うち黒缶の人たちは結構みんなまとまってやるんだけど、うん、アルペンはそんなになんか週末だけっていうか土曜日か、うん、だけまとまってやる、うん、あとはもう各人で本当ね、時間自分で作ってとか、うん、トレーニングしてるときは朝やって午後やって夜やってみたいな感じだったね。あとすっげえバカにされたんですけどあの苗場であのフリーって種目があって総合格好でウェーブがあって、昔あのねウェーブ超えてた